今日は背番号31番北川周平選手にスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすっかり服装がロンティーで秋の装いになりましたね、はい、そうですね、本当、昨日寒かったし、寝る時もめちゃくちゃ寒かったんで急に寒くなりましたよね、はい、なので今日はちょっとロンティー着ようと思って、そしたら意外とでも日中は少し暖かかったんで、あ、確かに太陽も出てきて、はい、うん、まあ、ちょうどいいかなっていう感じです、なんかね今お座りになってる状態で見ると完全に秋なんですけど、さっき立ってらっしゃる時には下は半ズボン で、 そ, うです、はい、そこは寒くないんですか、やっぱり下はまあ寒くても大丈夫かなっていうのがあるんで、上はねちょっとお腹とか冷やしたくないんで、はい、ちゃんと守っていかなきゃですもんね、はい、はい、今日の番組のメッセージテーマが影響を受けましたでお送りしているんですけど、はい、北川選手は、まあ、今のお話でもいいですし、まあ、昔のお話でもこんな人とかこんなことに影響を受けてやってみたっていうことあったりしますか？そうですね、はい、僕は子供の時っていうか、まあ、今もそうなんですけど、はい、ジャッキー・チェンの映画とかめちゃくちゃ好きで、アクションの映画が好き で、はい、で小学校の時めちゃくちゃ見てたんですけど、はい、それでなんかカンフーのなんか真似事みたいなのをしたりとか、はい、なんかやってましたね、ヌンチャク使ってヌンチャクもなんか持ってた気がします、小さい時あれ買ってもらってちょっとやったりとか、はい、なんかこうジャンプキックじゃないけど、はい、そういうのもなんか家でなんか練習みたいなのもしてた気がします。強そうですね。いや全然弱いと思いますはい、まだけどそれを真似たりとかしてましたね、はい、逆になんか子供じゃなくて今やったらすごくあれですよね、筋肉も終わりになるし、はい、なんか本物みたいにこうね見えるかもしれないいやどうなんでしょうね、でももう体が硬いんで、あんな足も上がんないし多分、はい、だから子供の時は割と柔らかかったんで、はい、結構上まで足上げれたりとかしたんですけど、今は逆にこう子供の時の方が多分肩はいいんじゃないですかね、はい、なるほど。でもね今のお子さんいらっしゃいますし、はい、いろいろと一緒に遊んだりとかそういったこともありますか？そうです、まあ、カンフーはやらないですけど、はい、まあね、子供たちが水泳やってるんで、うん、なんかちょっとそれをなんか教えてもらったりとか、お子さんに教えてもらったり、僕は泳ぎあんま得意じゃないんで、はい、あれどうやってやってんのみたいなのもちょっと聞いたりしますね。はい、丁寧に教えてくれます？あ、なんでできないのみたいな感じで結構言われたりもしますし、まあでも聞いたらちゃんと教えてくれます。いいですね、はい、そうですか、まあね、いろいろと、まあ、影響の話も聞いてきたんですけれども、もうシーズンもね、プレシーズンゲームがスタートしていまして、はい、開幕まであとわずかになってきましたね。早いですね。早いですね、うん、もうあっという間でした、はいはい、でチームは開幕前最後のプレシーズンゲームを消化しました。先週末18日の日曜日、鹿沼市 TKC いちごアリーナで横浜 B コルセアーズと対戦しました。マブンガ選手が加入後初出場をされまして、でスコット選手はダブルダブルの活躍を見せますが、横浜の攻撃に苦しみ71対71の引き分けとなりました。この試合振り返っていかがですか？まあ、前半は結構その横浜さんのやりたいバスケットをやらせてしまったりとか、まあ、自分たちのミスから点数につながれてしまった部分が結構あって、うん、まあ、ちょっと前半点数離されてしまったんですけど、まあ、後半しっかり修正してまあ、ディフェンスから自分たちのバスケットを展開できた時間帯が多かったので、うん、まあ、戻すことができましたし、まあ、あれだけプレシーズンとはいえファンの方がたくさん来ていただいたので、まあ、そこで、まあ、しっかりこう戻せたっていうところは良かったなっていうふうに思います。やっぱりこう前半と後半がこうなんか違うチームに見えるぐらいこう変わったなっていう感じがあったんですけど、ハーフタイムはどんなことを話されたりしたんですか？まあ、そうですね、まあ、本当に、まあ、前半は本当、まあ、先ほど言ったようにその横浜さんにやりたい放題やられてしまったので、うん、まあ、そこをまあしっかり止めるっていうのと、まあ、もうオフェンスの、まあ、こういうことやっていこうねって話をしながら後半に臨んだ感じですね。うん、
しっかりやっぱり修正できて、盛り上げることができたっていうのは、またこう一つ力になったというか、いい経験になりましたよね。そうですね、この時期にとってはすごくいい経験できたなというふうに思います、うん、はい。そして、マブンガ選手も第1クォーターから出場されていまして、初出場となりましたけれども、早速ね、スコット選手へのアシストもされていて、すごく息ぴったりだなというふうに感じたんですが、このあたりはいかがでした？そうですね、徐々に多分コンディションもどん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 上がってきて、彼らしいその得点力だったりとかアシストっていう部分で、チームに貢献してくれるなっていうふうに思ってますし、はい、最初のゲームでしたけど、プレータイムは限られてましたけど、すごくやっててすごく楽しかったですね、はい、またこう攻め方っていうのも幅が広がってきそうですね。本当彼はその個でも打開できる選手なので、すごくこう停滞してしまった時間帯とかに、彼の個でこうこじ開けるじゃないですけど、そういったところで助けてくれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そして北川選手は現在のコンディションなどはいかがですか？そうですね、悪くはないですかね。開幕に向けて、どの調子を上げていこうと思っている段階です。はい、昨シーズンは王者として、そして臨む今シーズンですけれども、北川選手は6年目のシーズンを迎えられるということで、今の心境、そしてどうでしょうね、目標など、これまでとのこう違いなどあったらぜひ教えてください。そうですね、今6年目って言われると、もう6年かっていうふうに思いますけど、でもやっぱ開幕に向けてはやっぱすごく楽しみ、毎年毎年こう楽しみですし、毎回思ってるのはやっぱ去年よりこう良くしていくっていう部分はこう毎年思ってるところなので、今年も変わらず そこに関しては昨年よりいい部分を出していきたいなっていうふうに思ってます、さあ開幕までいよいよあと10日となりました。ホーム開幕まではあと1ヶ月となっています。この時期ってどういう心境なんですか、皆さん？そうですね、でも、もうみんな落ち着いてますし、本当楽しみになってる選手がたくさんいると思います。開幕に向けて徐々にこうチームになっていく感じもこう練習からなってますし、はい、そこに向けてこうみんな頑張ってるところですね。これまでオフの時と違って、何でしょう、こう開幕が近づくにつれてルーティーンが変わったりとか、何か普段の生活の中で変わってくることって結構ありますか？ルーティーン、はい、でも体育館に来る時間帯がちょっと早くなったかもしれないです。そのいろいろこう準備しないと体が動かなかったりとかするので、はい、早めに行ってちょっと体動かして練習に臨んだり、試合に臨むっていう、少し去年よりは少し早くなったかなっていうふうに思います。何かこう北川選手が今シーズンこんな曲を聴いて気持ちを盛り上げているとか、なんか今シーズンならではのこうあったりします、気持ちを盛り上げるようなアイテムだったりとか。曲ですか？はい、なんかあんまりこうこの曲聴いてっていうのはあんまないんですけど、その今こういろんなサブスクがあって、そのなんか人気ランキングみたいなのを聴いて、はい、気分を上げるって感じですね。人気の曲を聴いて、そうです、はい、これっていうよりかはなんか人気の曲、聴かれてるような曲を聴いて、はい、っていう感じです。はい、本当ね、今シーズンもとてもプレー楽しみにしています。はい、ありがとうございます。はい、さて10月1日土曜日、2022-23シーズンが開幕します。相手は昨シーズンのファイナルを戦った琉球ゴールデンキングス、重要な開幕節となりますけれども、意気込みをお願いします。はい、アウェイで、沖縄戦、去年 そのファイナルと同じカードになって、すごく注目度もあると思うんですけど、しっかり自分たちはそのブレックスのバスケットをして、アウェイでも連勝できるように頑張っていきますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。では最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、開幕に向けてしっかり準備して、いいスタート切れるように頑張っていきますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。
今週は背番号31番北川周平選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、ゴーゴーブレックスでした。ゴーブレックス。私が忘れちゃったあれ、どの俺言い忘れたかな。すいません。どのタイミングだったかな。